鴨神社は、愛知県一宮敷祖川町にある神社。式内社の終わり国羽栗軍のあの部神社である。創建時期は定かでないが、6世紀の金明天皇の代と伝えられる。1090年、鴨明一カの命を合使し、鴨神社と解消する。1184年、源頼朝により、武士の老石に対する禁令が出され、被護されている。 江戸時代には、歴代終わり藩主により、車両の寄進などがあり、新門保護の大屋も作られた。1586年6月に発生した木曽川の大洪水により、木曽川の本流は大きく、流路を変え、羽栗郡は木曽川によって二分される。木曽川の右岸となった地域は、美濃国羽栗郡となる。これにより美濃国羽栗郡のうじ子のために、1599年、 ミノ国ハグリ群南及び村に分社する。1946年1月に県社に昇格の予定であったが、戦後の浸透シリエの影響で県社に列されることはなかった。境内に流出する清水は玉ノ井冷泉といい、この周辺の地名玉ノ井の由来となっている。この清水は光明皇后の目の病気を併悦させたと言われている。 現在も、眼病兵への進行がある。その他複数あり。ありがとうございます。